セントールはアメリカ合衆国のロケット。液体水素と液体酸素を燃料に使う最初の実用ロケットであり、RL-10 エンジンを1機もしくは2機装備する。アトラス、タイタンの上段に乗せられ、人工衛星や惑星探査機を軌道に乗せるのに使用される。エンジンを再着火でき、静止衛星の打ち上げでは、パーキング軌道に乗ると一旦噴射を止め、タイミングを合わせて、 再び点火し衛星を静止トランスファ軌道に乗せている。2012年2月24日に打ち上げられたアトラス V ロケットの打ち上げにより、セントールロケットは200回目の飛行を達成した。このうち失敗は11回のみであった。スペースシャトルのチャレンジャー事故が起きる前は、衛星をより高い軌道に投入するため、静止衛星打ち上げなどにスペースシャトルの貨物室に、 搭載することが検討されていたが、事故後この計画はキャンセルされた。スペースシャトルで打ち上げられた木星探査機ガリレオは当初、セントールを使う予定だったが、チャレンジャー事故の結果、固体燃料ロケットユースを使って地球軌道離脱を行うことになった。そのため、外惑星への軌道投入速度が不足するので、金星と地球を使って、 スイングバイすることで加速する予計画が変更された。ありがとうございます。